らない、いわゆる正念場であります。皆さん方の思いを胸に受けて、そして今日おいでになってない県民の皆さん方の思いも背に受けて、しっかりとですね、沖縄の主張をしてまいりますので、後で報告をさせていただきます。一生懸命頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。国がいかにおかしなことを言ってるのか、この裁判でこう全国の皆さんにはっきり知っていただくといいなと思っています。1ヶ月間の集中教育しましたよね。あの時が政府としても県としてもちょっと沖縄の発展のために妥協点を見出す時期だったんじゃないかなと私は思いますね。